社会人のための高校日本史。今日は平清盛と後白河法皇、平氏政権へ行きたいと思います。平清盛と後白河上皇です。この2人はどちらかというと後白河上皇が清盛をとにかく味方に引き入れたかったという関係にあるんですかね。 1166年ぐらいから仲良くやってて、で、この二人の孫の安徳天皇が、と、時仁親王が皇太子になった直後に、この二人は仲間で起こすんですね。天皇系図で見ていきますと、後白河はここに出てきます。 ご白川の天皇経図上の位置は、これ、とば王家の皇頭からは外れてるんですね。鳥羽は、鳥羽、この絵と持っていこうとしたんですが、この絵がなくなってしまったので、鳥羽二条、六条というふうに行為を継承させようとしていたんです。従って、 ゴシラカーは、トバの後位継承構想、口頭からは外れていますので、例えば財産、省エもトバから受け継ぐことはできませんでした。これに抵抗したゴシラカーは、トバの口頭を変更して、自分の口頭、商頭を作り上げようとします。そして、ゴシラカーが、 作った小党が御白川高倉安徳なんです時人親王、安徳天皇が生まれた。父方の祖父が後白河、母方の祖父が清盛と。この安徳天皇は後白河院政と兵士の両方に支えられた天皇になるはずだったんですが、 安徳が皇太子になった直後に清盛と後白河が対立を起こして安徳天皇の運命は安定してしまうんですね。平野清盛は官武平氏の中の経図で言いますと、ここに出てきます。官武平氏の着系は 河内源氏と合併して、河内源氏に吸収されてしまいますが、寒武兵士の傍流の伊勢兵士、この伊勢兵士の中に平の清盛が出てきます。だから平の清盛というか、兵士の本拠地は伊勢とか伊が京都に近いところにあるんですね。だから、 割と京都に軍事力を動員しやすいという特徴を持っています。清盛の妻二人目の性質ですが、時子さんは同じ官務兵士なんですが、貴族として残った道場兵士の方に出てきます。もともと河内源氏と伊勢兵士を比べると、河内源氏の方が 一ランク上の軍事貴族でした。ところが、吉家の子供の吉地この人が反乱を起こして、平野正盛が、白川上皇かなの命令で、この吉地の反乱を鎮圧したことによって、伊勢平氏と河地源氏の地位が逆転し、この後、官武平氏は、 白河上皇、鳥羽上皇の引き立てで、軍事貴族のトップにのし上がっていきます。で平野忠盛が正子有馬の神になって、その子供が平野清盛なんですが、ただ、この平野清盛は、父親が白河法王ではないかというですね、 え、説があって。というのは、清盛の昇進していくスピードなんですが、この人、三味から、その後、内大臣、太政大臣と上がっていくんですね。官務兵士っていうのは、そもそもが、まあ、死止まりの家なんで、なぜ清盛が苦行になって、そして、 内大臣や多政大臣になれるんやと。が、貴族社会ではですね、納得できない貴族社会が、清盛が、供養から内大臣、太政大臣と上がっていくのを、自分に納得させる唯一の方法は、実は清盛は白河法のお年金なんである。これなら、あ、そうか。 それはね、白川法王のね、お子さんやったらね、苦行にもなるし、大事にもなるわなと。まあ、もっとも、清盛の父が本当に白川法王であるのかどうか、まあ、それはわからないですが、ただ、そう考えなければ、貴族社会としては、清盛の昇進は、納得できないものであった、ということになります。もう一つ、清盛は、 平野忠盛の子供なんですが平野忠盛の性質は藤原の宗子池の善にで本来伊勢平氏の家は平野家守が継ぐはずだったんですただ家守が27歳で亡くなってしまって弟の頼盛がまだ若かったので方言の乱平治の乱の頃 伊勢兵士のトップは平野清盛の方に来るんですね。ただ、この平野頼盛、この人はもともと藤原の胸子、こっちが性質なんや、こっちが着形なんやという気持ちがあるので、頼盛は清盛と別の行動を取ることが多くなります。 清盛の昇進が貴族社会から見れば異常であったということを示す表ですね。平野正盛は5位。忠盛が頑張って C。その上、三味苦行。ここに大きな壁があるんですね。C5 位が初代、下級貴族。三味から上が苦行。 上級貴族伊勢平氏は初代部の家柄なんですが清盛が初めてこの三味の壁を越えて苦行それも内大臣から太政大臣へと上がっていきますで清盛内大臣や太政大臣になってますが清盛時代は内大臣や太政大臣になったところで 朝廷の仕事は何もできません。伊勢姫氏というのは軍事貴族ですから、大政官で行われる政治というか、そういったものに関するですね、ノウハウがないわけですね。洗礼も分からへんし、こういう会議でですね、どういう発言をすべきかとかね、そういったこともやったことがないし。だから清盛は、 内大臣、太政大臣になりますが、もう太政大臣ってのはもう実質ね、窓際族みたいなもんで、はい、ご苦労さんポストなんです。後白河としては、清盛と組んで、自分が院政を開くことができたと、清盛、ご苦労さんということで、太政大臣にして、で清盛も太政大臣になったら、もう私は朝廷から身を引きますと。その後 清盛は神戸の福原に行って日宋貿易で頑張る。京都の朝廷は後白河王が茂ると。あ、この二人一緒に出家してるんですね、実はね。清盛が出家するって言って後白河がそれに付き合ったのかなと、まあ、それぐらい、後白河は清盛をパートナーとして掴んでおくことが ご白川の権力維持に絶対に必要だったんです。ところで清盛なんですが、政権をですね、いつからいつまで担当していたのか、つまり平氏政権というものがあったとして、何年から何年までが平氏政権なんやと、という表ですね。あと誰が実権を握っていたのかというと、 この37という筋。これは清盛の年齢です。方言の欄までは、地点は飛ばでした。飛ばがなくなって、ビルクモイになるんですかね。その後、二条に行って、二条と五白川の時期があって、でも、 後白河上皇は二条天皇の激鈴に触れて、二条天皇が後白河の陰性を停止してしまったので、天皇が陰性を停止することってあるんですね。その結果、二条天皇の時代があって、で二条天皇が亡くなった後、後白河が陰性を再開して、で、ここで、 平野清盛に指示してもらうことが必要だったんです。というのは、それまで清盛は二条天皇を指示していたんです。というのは清盛は二条天皇の目のとだからです。で清盛が二条天皇側についているので、後白河は二条との権力闘争に勝てなかったんですね。ということがあって、 ご白川としては、二条が亡くなった時に、清盛を自分の側に引き込むことによって、権力闘争に勝利します。ただ、清盛時代は、朝廷の政治に参加しようにもノウハウがないので、内大臣から打条大臣になったら、さっさとその地位を辞任して、 大和田に行ってしまいます。こうして、京都が後白河、神戸が平野清盛の時代が続いて、1176年、後白河と清盛の間をつないでいた平野茂子が亡くなったあたりから雲行きが怪しくなってきて、でも、安徳天皇が生まれて、安徳天皇って清盛と ご白川の両方の孫なんです。で、この安徳天皇が皇太子になって、二人のおじいちゃんは喜ぶんですが、その後、ご白川と清盛が対立して、清盛がご白川を幽閉して、高倉上皇、安徳天皇、平清盛という形で、平清盛が実権を握ります。 でもこれね、ほんのわずかの間しかないんですね。さて、そこで、平氏政権は短く捉えると、清盛が独裁的に政治を行った。つまり、この最後の1、2年だけを指す。それから、後白河院政のもとで、後白河と清盛が、ツートップのような形になっていた。 と考えると、1166年ぐらいから、兵士が参加した連立政権なんですかね。連立政権と単独政権が分かりやすいね。兵士が連立政権として政権に参加したというところから考えるならば、1166年から、兵士政権。で、兵士って 単独政権ということになると、最後の一年ちょっとということになります。次に、荘園なんですが、鳥羽上皇は膨大な領域型荘園を設立したんですが、これはすべて鳥羽王家が確保します。鳥羽王家というと、天皇は二条天皇です。皇位は二条天皇へ。 財産、荘園はすべて、賭場の娘、少子内親王、八条院が相続します。賭場王家は、後白河には全く財産を譲りませんでした。じゃあ、後白河の資産って何なのというと、一つは、方言の欄で、石関家のうち、藤原の頼仲が持っていた分、 これが没収されました。藤原忠道が走り回って、石関家の財産が没収されないように頑張ったんですが、頼長名義になってるやつは、これはもうどうしようもなくって、なぜ頼長が犯罪者ですからね、これはですね、没収されてしまって、頼長の持ってた分が後白川のところへ行きました。でもこれだけでは全然足らないので、後白川は、 権力を握ってから積極的に自分で荘園を作っていきます。この荘園は領域型荘園です。ご白川上皇が本家になって寄進されてきたわずかな土地をネタにしてこのネタの周りの土地をガバーッと取り込んで荘園にするんですね。これが領域型荘園です。で、本家になったご白川は 荘園を経営する両家と、実務にあたる召喚を任命します。両家式とか、訓問式とか、下司式とか。で、これを平家にさせるんです。後白川法が持っている荘園というのは、本家が後白河で、両家と召喚、訓問式や下司式、こういったものが平家になってるんです。 平家の持ってる荘園って本家ではないんですね。さて、平家が持っていた両景色あるいは下司式のような仕事は平家が滅びるときに没収されて平家木管領って言いますね。源の頼朝の方に与えられます。で、源の頼朝は平家が持っていた荘園の四季のうち、 両基式を自分がとって、って召喚にあたる部分、これを自動式として、武士たちに分配して、御家人として組織していくことになります。それでは、ここから平時の欄から順番に時系列で説明していきます。平時の欄は二幕あります。一幕目は、神勢を倒すクーデターです。 シンゼを倒すクーデターを結行したのは、藤原の信頼で、信頼が使った軍事力が源の義朝でした。ところが、信頼ごときが何勝手なことしてんねん、ということで、上級貴族たちが腹を立てて動き始めます。まあ、そうですよね、千代名軍のですね、信頼ごきが何勝手なことしとんやと。 左大臣とか右大臣とか内大臣とか怒りますよね。で、彼ら、大臣クラスの胃を受けた内大臣、三条金範が平の清盛を武力として用いて、二条天皇を六浜に脱出させ、ご志らについては、私らも二条天皇を確保しましたので、あなたはご勝手にというような態度をとって、 信頼よりと義朝が破れ去ります。これが平治の乱の第二幕ですね。で、この時、清盛は二条天皇三条金のりの側の武力として活躍して二条政権の武力になります。鳥羽おうけは清盛を二条天皇の 目のとにしています。こうして、二条天皇と清盛が結びつきました。1160年12月、鳥羽の皇后であった微福門院が亡くなります。この後、後白河上皇と二条天皇による主導権争いが始まります。1161年、後白河上皇と 平野茂子の間に、のりひと王が生まれます。後の高倉天皇です。平野茂子、この人は清盛の妻、平野時子の妹です。でここで、後白河は、のりひと王を皇太子にしようと考えます。後白河は、二条天皇のところに行って、こういうふうに、 言いました二条天皇にはまだ子供がいない皇太子については紀仁王がいいんじゃないですかと紀仁王を皇太子にしようとするこの動きが二条天皇の逆鱗に触れました頭にきた二条天皇は後白河上皇の院政を止めてしまいます この時、平野清盛は二条天皇を支持しました。もちろん、打条大臣とか、石関家とか、そういった人々も全て二条天皇の方を支持します。というのは、この後白河という人物、この人物は二つの点で力がありませんでした。一つは、後白河自体に権威がない。この人は、もともと、 天皇になるべき人ではなかって、兄のストクがね、天皇から上皇になって、地点になる予定でしたから、後白河はこの人は天皇になるための教育を受けていないんです。だから、文化、あるいは天皇都市の素養、そういった点で、貴族たちから全く尊敬されてなかった。それから、そもそも鳥羽王家が後白河は、 ワンポイントで天皇の地位につけただけで、ご白河なんか相手にしていなかった。というわけでね、ね鳥羽法皇の意向は、二条天皇から二条天皇の二人の妃が生むお家。あ,あと、出身内心でも言いましたね。だから二条天皇と二条天皇に叱るべき妃がいて、その 然るべき奇策と二条天皇との間に生まれる王子。そこへ行為を継承させるつもりやったんです。それは、戸羽法皇の考え方であり、戸羽王家の考え方であり、戸羽王家の考え方は、上級貴族たちに理解されていました。だから、上級貴族から見ると、後白川上皇何勝手なことしてんねん。ということで、 後白川上皇の範人王を後退しにしようという動きは、貴族たちからソース感を送ったんです。後白川は、範人王は平野茂子の子供やから、清盛が応援してくれるかなと期待かけてたんですが、清盛は二条天皇の目の届ですから、そういう話には乗りません。というわけで、後白川は二条との権力争いに、 破れて、陰性を停止されてしまいます。陰性停止するってね、どなしてするんやろうと思ってたんですが、二条天皇は陰性派の貴族たちを片っ端から役職停止にしてしまったんです。あ、そうか。天皇って、本気出したら父親、上皇派の貴族たちを全部首にできるんやと。そうしてしまえば、 ご白河方型の貴族たちは会議に参加できなくなりますので、そうすると朝廷の決定に自分の意見を反映させることができなくなりますよね。あ、なるほど。こういうふうにして、天皇が上皇派の貴族たちを全部リストラしてしまえば、上皇は何もできなくなるんだという例ですね。最も、 日本の歴史の中で天皇が上皇を否定してしまうという、こういうのはね、この一例しかないと思うんですけどね。というのは、そもそも二条天皇は後白河と一つの天皇家とは思ってないんですね。二条天皇にとって自分の王家というのは、オーバー、ビュークモイン、二条、そして、 トバの財産を受け継いだ八条院。これが二条の家族であって、ご白川っていうのは家族でも何でもないわけですから、まあ、血統上は父親ですけどね、ご白川はなぞ家族と認めてないわけだから、ご白川の言うことなんか聞かないんですね。上皇が天皇に言うことを聞かすには、家族の中で上皇の方が天皇より上である。 という人間関係が作られてないとダメなんです。徳川将軍家で、家康が秀忠に将軍を譲った後の徳川将軍家のトップは誰ですか将軍は秀忠だけど、徳川将軍家のトップは家康だと。誰が考えても家康や。という関係になっているから、秀忠は将軍であっても、家康に従うわけ。ところが、 二条天皇の場合は、ご白川なんて家族とちゃうと思ってるわけですから、ご白川上皇の言うことなんか聞きません。私が知る限りでは、これ一例だと思いますけどね。で、1161年から65年まで、ご白川上皇の陰性は停止されて、二条天皇の申請が行われます。 ただ、二条天皇には、しかるべき妃との間に王子が生まれませんでした。もともと二条天皇の中宮は、鳥羽の娘、朱子内親王だったんです。ところが、妃を二人にしようという話が持ち上がって、の内天皇の皇后の藤原の正子を二条天皇の妃にします。 これ、マサルコも嫌がって、シ子内親王も嫌がって、で結局、シ子内親王は二条天皇と別居して出家してしまいます。続いて、二条天皇のところに、藤原の忠道の娘、育子が、妃になって入ります。しかし、育子にもマサルコにも王子は生まれませんでした。 結局、二条天皇の子供は生まれるんですが、信人親王と言います。この王子は母親の身分が低くて、中宮の藤原の育子が養子として育てることになりました。母親の身分が問題ではありますが、二条天皇に後継ぎができたんです。ところが、 1165年、23歳で二条天皇は病に倒れます。二条天皇って結構優秀な人だったらしくって、皇后、中皇、このあたりはね、さっき話したように、趣旨内親王や、勝る子やって、いろいろあってね、ややこしいんですが、天皇としては優秀な人だったようです。ところが、1165年春、 二条天皇は病に倒れてしまいます。二条天皇は最後の力を振り絞って生まれたばかりの信人親王七ヶ月でした。その七ヶ月の息子に上位します。六条天皇です。史上最年少の天皇です。生後七ヶ月で天皇になりました。 六条天皇を支えるのは、清盛と関白のこの絵元姉でした。あと、二条の姉の八条院、こういう賭場王家の人たちが六条天皇を支えるんですが、ところが、関白のこの絵元姉も24歳で亡くなってしまいます。 ここに至って、さすがに平の清盛も、あ、これはもう無理やと、六条天皇に見切りをつけました。こうして、後白河上皇が復活し、後白河上皇と平の清盛が手を組むことになります。この頃、清盛は中国との貿易に力を入れていて、中国との貿易は博多でやってたんですが、この博多に入る 中国船を兵庫まで、大和度の泊まりまで持ってこようと、そういうことをやってました。兵士って秋の神になったことが何度もあって、秋、あの辺りは九州から兵庫へ向かう高度にも当たってますので、ここに厳島神社という兵士の氏神の神社を作りました。 1168年ごろに、荒野清盛が大規模な社殿を造営して、1164年に平家農協、清盛や頼盛が法華経を社経して、厳島神社に納めています。今これ、国宝になっているんですかね。さて、こうして、後白河と平氏の連立政権ができようとしているんですが、 平氏は実は一枚岩ではないので、それを先に説明しておきたいと思います。忠盛の性質は池の善に藤原の宗子でした。その子供が家森と頼盛です。宗子を母とする家森頼盛、これが一つのグループ。次に家守が亡くなってしまったために忠盛から 家督を継承した清盛。清盛には妻が二人います。最初の妻、高階の元脇の娘。その間に生まれた子供たち。重盛や元盛。最初の妻が亡くなって、道場兵士、公家の兵士から続いできて清盛の兵室になったのが時子。時子との間に生まれたのが 宗盛友盛重平、徳士、森子など。というふうに、兵士というのは、藤原の宗子系と、清盛の最初の妻の家と、清盛と時子の間に生まれた子供たちと、三つに分かれてるんですね。A1 と A2、この間にも若干の対立があるんですが、特にこの、 清盛のグループと宗子さんのグループ。ここにはかなりの溝があって、例えば清盛が亡くなった後、平家、安徳天皇法事で都落ちしますが、その時、頼盛は都落ちしませんでした。それどころか、頼盛は頼朝に招待されて鎌倉に移っています。 壇の裏で滅びた兵士というのは、この清盛の方の兵士で、頼盛は頼朝と共に京都にやってきて、で、その後、頼盛の孫かなは、上級の乱の後、天皇になってるんです。だからこの頼盛の系統ってね、 上級の乱の後、五高倉、五堀川、四条、あの五高倉高等ってのは、この頼森の系統の兵士がたくさんね、加わっている朝廷になるんですね。兵家って滅亡したわけではないんです。段ドラで滅亡した兵家というのは清森の系統であってね、頼森の系統は、 源の頼朝とは通過だったんです。宗子さんが城西門院に頼まれて、頼朝を助けてやったからかな。頼朝を助ける時に頼盛も力を貸してますもんね。だから頼朝から見れば、宗子さんや頼盛は命の恩人ですから。頼朝、それは大事にしますわね。頼盛の系統はね。というわけで、源氏と、 平氏で言いますけど、常に敵対しちゃうわけではなくてね、利害が共通すれば手を組むんだということがわかりますね。では話を元に戻って、後白河上皇は平の清盛を味方につけて、六条天皇を退位させます。六条天皇、生後7ヶ月で天皇になって、数えの5歳で、 天皇を降りるんですね。で六条天皇の皇太子は憲仁親王になっていましたので憲仁親王が即位して高倉天皇になります。このように六条天皇の皇太子を後白河と平良重子の間に生まれた憲仁親王後の高倉にしてこう高倉を天皇にしようと 努力している間。この間が、ご白川と平野清盛の密劇時代、最も仲が良かった時代ということになります。で、この時期に清盛は、ご白川の朝廷で、どんどん昇進していって、内大臣から太ジ大臣になります。ご白川上皇です。平野清盛です。 後白河は二条天皇と対立していました。二条天皇が亡くなった後、ご白らが院政を再開して、平野清盛と組んで、高倉天皇を実現します。この時期に平野清盛は内大臣から太上大臣になっています。ただし、太上大臣になって3ヶ月、 内大臣になって7ヶ月で清盛は大臣の職を辞して福原へ行ってしまいます。これ、打上大臣って、このポストはこの頃には窓際族のポストでした。打上大臣になりますと、打上大臣でも仕事ないんですね。あの、格の高いね、肩書きがいるという人のために打上大臣にして、 そして、はい、ご苦労さんでしたっていうね、ご苦労さんポストなんです。実際、仕事何にもないんです。で、清盛、打上大臣になりましたが、実際、清盛は、朝廷にいても、仕事をすることができません。朝廷って、どういう仕事するかというと、今も、光君でもやってますけどね、陣の定めやって、 で、そこで、前例に基づいて、イベントを粛々とこなしていくと。それが、朝廷の政治なんです。で、そんなんやろうにもですね、清盛って、朝廷の前例なんか、全然知らんし、なんせ軍事貴族ですからね。全然知らんし。従って、朝廷の職務を清盛が取り仕切ることはできない。というか、まあ、 参加することもできないのかもしれないですね。まあ、戦いになったらね、清盛役に立ちますけど、普段のイベントをね、粛々とこなしていくというね、前例に従って、もうそういうことは清盛できないですからね。だから、京都にいてもしゃあないし、というわけで、神戸に行ってしまうんです。後白らのもとには、清盛の息子の重盛と、後白らが とっても愛した平野茂子さんが残りました。でも、後白河と清盛の間が悪くなったわけではなくて、清盛は娘の徳氏を高倉の中宮に送り込んで、1178年、時仁親王、後の安徳天皇が生まれます。それを系図に書くと、 こうなりますね。二条天皇が亡くなり、六条天皇が退位させられて、実権は地点の後白河が握ります。天皇は高倉天皇です。後白河と清盛は意見があったかどうかってとこは微妙なとこあるんですが、二人ともお互いに 連立政権で行こうとは考えていました。で、この、ご白川と清盛という難しい人たちの間に立っていたのが平野茂子さんです。ご白川は茂子さんが大好きで、この茂子さんがご白川と清盛の間を取り持っていました。それから、清盛、自分の娘を この絵元ザネに嫁かせています。森子さんです。で元ザネが亡くなりますと、この絵系の資産は清盛の娘、森子さんが管理することになりました。この資産は将来元ザネの息子の元道。この人も清盛の娘を妻に迎えています。こうして清盛は自分の 娘を摂関家に送り込むことによって、摂関家を影響下に置いていたことになります。1169年、確かね、清盛の方がね、体調を崩して、で、そこから立ち直った時に、私もう出家するわ、ってね <laughs>、言い出して、で、ごしらがね、清盛にね、付き合って出家した。 あ違うかなこれほぼね同じ時期に出家してるんです。どっちかが付き合ったんです。私の記憶では清盛が出家するわと言って後白河が付き合っただと思うんですけどねそれぐらい後白河は清盛を自分の仲間の中に入れておきたかったというか清盛を抱え込むことによって後白河院政は安定すると。 まあ、そういう関係にあったんです。この後、京都の政治は後白河、清盛は神戸で日宋貿易で金儲け、2人は別々の道を歩む、そして、まあ、連立政権でやるという形で何年間かが過ぎます。1170年代、後白河院政が安定していた頃、 後、ね、白川のもとには清盛の妻の妹の重子さんがいて息子の重盛が越白川に仕えてこの人大納言から内大臣まで上がっています重盛は清盛と違って越、まあ、白川とうまくやっていけるところがあったんでしょうね 宗盛も中納言まで上がっています。で、清盛の娘、徳子が高倉天皇の中宮になっています。ところで、後白河の家族の中で、後白河に対抗しようとする人物がいました。それは、持人王です。持人王は、後白河の 第三王子なんですが、これ一回ね、出家したけど帰ってきたのかななんかその、ね、微妙なところの前歴のある人です。でいずれにしろ、ご白川か,から見ますと、後継ぎは高倉。そして、将来高倉と清盛の娘、徳子との間に生まれる王子。 ここに持っていこうとしているわけですから、口頭を。他の王子はどんどん出家させていくんですね。ところが、この持ち人はですね、ご白川の意向に反して出家しようとしませんでした。それどころか、将来自分が行位に就こうということで、ご白川は 自分に好意を譲ってくれそうもないから、じゃあ、ご白川の敵、鳥羽王家の方に行こうということで、この人、鳥羽王家の八条院の勇士になるんです。っていうことで、ご白川から見ると、餅人、お前何やとさっさと出家せんかいということでしたので、餅人に親王の位をやりませんでした。 だからこれ、無知等なんですね。親王ではないんです。出家したらね、親王にしてもらえるんです。これ、発信脳っていうんですね。出家するということで、親王にしてもらう。これが発信脳です。ちなみに、親王になってから出家する場合は入道親王って言うんです。後白河王と平清盛の 連立政権がおかしくなってくるのは1176年からです。なぜおかしくなるかというと、平野茂子さんが亡くなってしまったからです。この人が、ややこしい二人のじいさん、後白川と清盛の中を取り持っていたんですね。ところが、この茂子さんが 35歳で亡くなってしまいます。しかしながら、1178年、高倉天皇と中宮、徳子の間に、時人親王が生まれます。時人親王は、父方の祖父が後白河、母方の祖父が平野清盛、なので、後白河、清盛、連立政権の 申し子のような王子でした。後白河は時人親王の誕生を大変喜んで、生まれてすぐに皇太子にします。これで後白河高倉時人親王安徳という皇統が出来上がりました。これが後白河の小統になります。 さっき言った持ち人は、このゴ白川、高倉、安徳という、後白川の小党にチャレンジしようとしたんですね。さて、この頃、源の頼政という人がいました。この人、どうしても三民になりたかったんです。この人、摂津源氏、まあ、聖和源氏の中の着流系のちょっと端の方の人なんですけどね。彼は、 清盛いいなあ苦行になってなぁ。官務兵士はどんどん苦行になってるなあまあ清盛がね、苦行の壁突破しましたから、あと重盛も大納言になったし、宗盛も中納言になったし、いいなあ俺なんとか、大納言や中納言は、そこまでは望まへんけど、簡易だけでも賛美にしてくれへんかなぁ。よりまさとね、 清盛ね、結構仲良かったんです。それでね、清盛がね、せやな、と、まあ、頼政のな、まあ、気持ちもわかるわ。じゃあ、人事異動の時に、ちょっと口聞いたろってですね、清盛が口聞いてくれて、この人、清盛の推薦で三味になるんです。清和源氏で初めて賛美、苦行になった人です。 だからね、よりまさね、これがね、すーっごく嬉しくてね、原産みよりまさ、原産みよりまさ、と自分のことをね、呼んでました。ところがね、持ち王が拒兵したときね、よりまさ、ちひとの方に行くんですね。清盛ね、持ち王が拒兵したらどういうこっちゃってですね、兵を差し向けたら、 持ちひの方に、頼政まさがいますよーって聞いて、清盛はじめね、信じられなかったそうです。なんで頼りまさというと、三人になりたいなりたい言うから、俺、口聞いた,ったんや。あいつめちゃめちゃ感謝しとったんや。なんで頼政まさが持ちひとと一緒に、兵士に対して反乱するんや、ってね。 らしいですね。なんで頼政が持人と一緒に行動したかというと、頼政の主人は八上品だからです。鳥羽ぼけなんですね、頼政の主人はね。だから、源とか平とか言う前に、彼らの主人は誰かっていうことを知ることが大事で、源と平が対立しているわけでも何でもない。 彼らは自分の利儀と主人の意向に従って動くんですね。で、1178年11月、時人親王が誕生して、翌月には時人親王が皇太子になります。父方の祖父、ご白川王も母方の祖父、平野京盛も大変喜びました。にもかかわらず、翌年、 ご白川と平野清盛は対立し、平野清盛が神戸から京都に攻め上って、ご白川方を幽閉してしまうという事件が起きます。自称3年の政変です。では、ご白川と清盛はなぜ対立するに至ったかを説明します。1179年、 二人の人物が亡くなっています。一人は平の重森。もう一人は森子です。平の重森には越前という治業国がありました。森子さん、この人はこの池の資産を管理していました。清盛は、重森が持っていた利権である治業国越前は、 重森の息子へ、森子が管理していたこの絵家の家量は、この絵元道に行くものと思っていました。ところが、これに対して、ごし川が、事業国越前のこれ森への相続は認めない。石関家の家量の相続についても、異議を申し立てたんです。 清盛はね、これにびっくりしました。えぇ、ー、って。俺の息子と娘の利権に、ご白らがわが手突っ込んでくるんかいごしらがの側から見ると、理屈はこうですね。治療国越前という利権は、平らの重盛に与えたもんや。重盛が亡くなった以上、それは朝廷に返してもらわな。 ていうか、ごしら白川の言い分です。けど、御白らの言い分にはね、やっぱり無理があるんです。で、清盛はキレで、御白らは何するんやということで、京都に攻めのもって、御白らを幽閉してしまうと。これが通説なんですが、最近、あの、もう一個ね、御白らと清盛が対立したことについてのね、 説が現れているんですね。それはお金をめぐる問題です。清盛が大和田の泊まりのある神戸、福原に住んで、日宋貿易に力を入れていたことは、さっき説明した通りです。でね、日宋貿易ね、清盛が一生懸命やっている頃ね、後白河ね、日宋貿易に協力的だったんですよ。っていうのはね、清盛がね、 後白川方に中国人に会ってくれませんかって言ったらね、後白川がね、いいよーとか言ってね、神戸まで出かけて行って、中国人に会ったのかな日本の天皇ってね、奈良時代から平安の初めぐらいまでは、外国道の使いにね、越見しよったんです。会いよったんです。ところがね、醍醐天皇ぐらい からかな天皇は外国人に会いませんということになって、あ、それどころかね、天皇ってね、どん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 ね、姿を隠していってね、一条天皇のことになると、ミスの奥に隠れてね、天皇顔見せませんってなってね、天皇の近くにいる女性たちも顔見せません <laughs> になっていくんですけどね。そういう時代ですから、 天皇、貴族たちにもね、なかなか顔を見せないという時代ですから、外国人と会うなんかとんでもないということだやったんですが、後白河はねあ、いいよとか言ってね、会いに行ってるんです。まあ一応これ、天皇ではなくて、上皇、皇王ですからね、まあいっってとこもあるんですけど、でもね、貴族たちから見るとね、とんでもない視点やということだったようですよ。 まあ、後白河って、そういうとんでもでもあるわけでね。頼朝もびっくりしてますからね。後白河ってとんでもや。頼朝から見てもね、理解しがたい。あれ、ほんまにな、天皇か。天皇、経験者か。ってね。まあ、しゃないね。前も言いましたけどね。後白河って、とにかくあの、天皇になるための帝王教育受けてませんからね。この人ね、常識がないんです。 常識がないからね、それまで前例がないこともできるんで、久しぶりに中国人に会ってるんですね。ということから考えて、ごし川と平ら清盛は、日宋貿易を推進しようということではね、協力しちゃってたんちゃうかなって思うんですけど、ね、ごし川と清盛の間でね、意見が分かれたのは、 銭の問題でした。この頃、日ソ貿易に従ってね、中国の銅線が日本にいっぱい入ってくるようになったんです。なんで銅線がいっぱい入ってくるかというとね、船でね、日本から中国に行きますね。この時、日本から持っていく商品は、刀剣なんかもあるんですけど、硫黄とね、木材があるんです。 硫黄ってね、これ火薬の原料でね、中国ね、硝石は取れるんだけど、硫黄が取れないんです。だこれね、火薬作るための戦略物資なんです。で、この硫黄と木材を船に積んで持っていくんですが、これ重いんですよね。で、向こうで硫黄と木材を下ろして、で、中国から絹や陶磁器を日本に輸入するんですが、 これではね、軽すぎてね、船のバランスが保てないんです。今は船はね、こういう時のバラスト水というね、水を入れて、そこの方にね、船のバランス取るんですが、このバラストなんですね。これにね、銅線をね、使いよったんです。中国ってね、 銅線をいっぱい作ったということもあるし、だんだんこれ貨幣経済の中でもあの CNA が使われてるようになってるのかな。とにかく銅線をね、持ち出すことに関与だったらしくって、それで日本の貿易船はバラストとして、重りとして船底にね、銅線をいっぱい積んで帰ってくるんです。でこれバラストとして積んで帰ってきたもんですからね。 量めちゃめちゃあるし、値段も安いんです。で、これがね、日本の国内にね、出回るようになったんですね。それまで日本は、お金、何使おってたのかというと、まあ、和道改賃から始まる好調12選がありますが、まあ、最近、不本選が最初やったような話もあるけどね。日本では、あの、政府が作る通貨は、銭は、 流通しなくって。平安時代の中頃からは、絹や米を通貨代わりに都合を取ったんです。米重いから絹が中心なのかなでところが、ここにね、銅線が流れ込んできた。でね、銅線がね、流通するようになると、絹や米のね、値段がね、下がるのか なでさてそこで後白河上皇や関白の松戸の元房は銅線の流通を抑えようとしたんですそれに対して忠興盛や高倉天皇は銅線を日本国内で流通させようとしましたこの銅線をね中国から持って帰ってきてね日本国内で 通用させるとね、膨大な利益が出たみたいなんですね。で、実際ね、絹や米に比べて、貨幣の方が便利なんでね。で、貨幣はね、徐々に浸透していくんです。で、さて、この頃、銭の病というのが流行りました。これね、伝染病なんです。何の伝染病かで、ね、よくわかんないんですけどね、こう伝染病がね、 外国から入ってきますと、それ、銭について入ってきたんや、ということでね、銭の病と呼ばれました。で、この銅線を流通させよう、そしてそこから生まれる富を取り込もうとする清盛、高倉天皇と、銅線の流通を抑えようとする後白河、松戸の元草。この対立が大きかったんちゃうか というね、説はね、最近ね、有力にね、なってきていますね。で、1179年11月、平野清盛は軍勢を率いて福原から上洛して、関白松戸のそ索さを辞めさせて、後白河院を鳥張離宮に幽閉してしまいます。ただ、じゃあ誰が政治するんですか って言われるとね清盛以外のメンバーを見ると高倉が1179年で19歳安徳殿のまだ子供ですからね近江本道が20歳宗盛が33かというふうに清盛以外にベテランがいないということになって 結局、清盛がね、何でも決めなあかん。つまり、清盛独裁になっていくんですね。で、清盛は1180年、安徳天皇を即位させて、高倉を上皇にして、地点にします。なぜそうするかというと、高倉を地点にしてしまえば、後白河が地点にはなれないからです。というわけで、田良の清盛が、 権力を掌握して、独裁的な政治を行うんですが、この頃ね、基金だったのがな、それもね、清盛にとっては不幸なことがあってね。さらに、持人王が、俺が天皇になるんや、ということで、安徳天皇打倒、安徳天皇を擁立した、たらの清盛倒せ、などというね、領事をね、ばらまくことによって、いわゆる、 源平の争い。自称、樹栄の内乱化が始まることになります。というところで、コメントを読みましょう。坂東でも、ひたつ源氏の佐竹は平気方でした。そうですね。あの、源氏と平氏といってもね、もう細かく分かられてい,いきますのでね。清盛と頼盛なんか、兄弟なんですもんね。でも兄弟でも、 母方が違うと、自分の利益によってね、こう分裂していくわけですから、平だからこうだとか、源だからこうだとか、ではなくて、ね、みんなそれぞれの思惑と利益によって動くということですね。後白河上皇、後白河法皇ですが、もともと遊び人が中継ぎで天皇に、 なっただけですしねそうですねゴシラカワはストックが何かあった時のスペアだったんです本来ストックに子供ができてしまえばもうゴシラカワなんていらないんですで出家でもしちゃえばよかったんですねただまあ出家もしないでねまあ遊び人みたいなのしていてでその遊び人に親税がお小遣いをあげて遊ばしとったんです ということなんで、ご白川は今よなんてね、今で言うポップスには詳しいですけど、教養ないから今は、まあ、クラシックそんなものはできないんですね、この人はね。タイア子がこの駅の計量を管理していたのもボケだからですかあ、そうですね。うん、そうです。平安期にすでに中国では火薬が発明されていたのでしょうか 説明されていたんでしょうね硫黄っ,って火薬の原料以外にこんなもん何使うんですかってなもんですもんね。このね、硫黄ってね、非常に大事な軍事物資なので、鎌倉幕府でも室町幕府でも、硫黄はね、幕府だけが扱えるんじゃないですかね。南宋は紙幣中心に移行しましたね、だから銅線余っていた。 そうなんです。この頃、中国って、紙幣にね、移行が進んでいるんです。だから、動線ね、いらないんですね。総選、元手がただ同然だから、日ソ貿易を独占している清盛は、笑いが止まらないですね。そうなんです。もう中国でいらなくなったお金を、バラストにしてね、持って帰ってくるだけですから、 もう運賃もただなんですねだ。ただで手に入ったものを日本国内で使うわけですがごっつい利益出ますよね。日本も銅線をぶして、当時流行っていた仏具にしていました。そうなんです。銅線ね。お金持ってきてね、で潰して銅にするんです。これね、金属貨幣ね、難しいところがあってね、 今みたいにね、500円玉みたいに、金属としてはね、安いもんにね、500って書いてね、使うというのは、あれはあれ最近のことでね、あなた方は500円玉の偽コインが出るんだよね。昔の金属貨幣というのは、500円と書いてあったら、500円分の金属の価値が あれもやったんです。<laughs> どうせもそうですね。それなりに価値のあるもうやったんです。金属としてもね。例えば持って帰ってきて、潰してもいいんですね。今日本なんて、ね、あの、500円玉、をつぶしたって何円にもなりませんからね。その昔ね、私は子供の頃ね、1円玉アルミね、あれがね、1円で作れなかった時期が、 あったらしいです。今でも一円玉っていうのはアルミの値段としてもそこそこの値段はつくんじゃないですかね。サオダケア系の先生は銭の病は多重債務問題だったかな。説の妥当性はともかくよく勉強されてた印象があります。そう、この銭の病ね。これね。 私もね、一応、インターネットで、いくつか調べたんです。で、<laughs> 善意の病は、感染症やと、書いてあるサイトと、それから、あの、その、体重債務のような、経済的な問題やというね、これ、個あってね。で、まあ、まったんですけど、でも、多いのは、 あの感染症の方で。まあ、サイトもね、なんかこう、信頼できそうなサイトの方に、感染症って書いてあったからね。そうかなと思って、私、感染症って言いましたけどね。高倉院がもっと長生きしていたら、平政権も長続きしていたのでしょうか。この人が亡くならなかったら。うん。 やっぱりね、これね、こう、清盛しか政治できる人がいない。ここが問題だと思うんですけどね。こう、清盛はね、ついてないんですよね。重盛亡くなってもだしね。結果的には腹が立つかもしれんけど、まあ、それは、 銭の問題と割り切って、後白川と連立政権を続けるしかなかったのかもしれない。まあ、清盛もね、まさかね、後白川を幽閉して、2年後に自分が死ぬとは思ってなかったでしょうしね。それから確か、この頃、飢饉がね、続いたんだと思うんですよ。それもね、不幸かもしれないな。 それから、もうちょっと言うと、文字秘道が領事出しますよね。これは次のあの、頼朝のとこで話すことなんですけど、文字秘道の領事なんてね、怪しいもんでね、文字秘道の領事という時点で怪しいでしょだって、領事出せるのに親王ですからね。文餅人さんってあれ、親王なってましたっけ でもちろん、持ち人は、なんか、ね、偽名か、かだって出すんですけどね。しかし、頼朝なんてね、すぐにね、持ち人からの領事、な怪しいわ、様子見ようって、いうことをやったんです。だから、持ち人王の領事でね、立ち上がった人ってあんまりいないんですね。問題は、その持ち人王の領事の後始末でね、 ま平氏政権が失敗した。かな、うんまあ、簡単に言うと、頼朝たちが追い詰められて立ち上がらざるを得なくなってしまった。だから頼朝は、あの、持ち非道の領事で立ち上がったわけではなくて、持ち非道の領事に関する創作が厳しく行われた結果、 巨兵に追い込まれてしまった。兵器制限が、頼朝の安全を保障してやったらね、頼朝を立ち上がらなかったのではないかと言われてるんですけどね。うん。南宋軍は火薬兵器めっちゃ使ってました。水軍が当時世界最強でした。南宋軍もね、モンゴルが攻め込んできたときね、なかなか超 れれなくてねあれでこっち時間かかるんです、ね、だから結構強かったんですかね南宋君も。鎌倉時代の初め頃になって流華道から銅を還元する技術が日本にも伝えられたので清盛の頃はまだ日本で銅が取れませんでした。うーんそうなんや銅の精錬ができなかったよね銅鉱石が でもね。うん。だから、中国の動線それから日本で銅が少ないから、動線作れないのか。ああ、なるほどね。高倉天皇は、二条天皇の18歳人の異母帝ですが、高倉には天皇になるための帝王教育はされていたんでしょうか。これはね、したんじゃないでしょうかね。 あの、というのは、後白川が、高倉安徳というね、えー、ここを高等にしようとしてましたから、こういう、まあ、将来の着景ですね、自分の後継ぎにしようとする人たちに対しては、ちゃんと教育をします。まあシラ川はできなくてもね、貴族たちが、 ご白らかわ高等の後継ぎだということになれば、それなりの教育をね、するんだと思います。アルミを防気サイトから取り出すには、電気が大量に必要なので、今でも一円玉を作るには一円以上します。あ、やっぱりそうなんや。そしたら子供の頃にね、一円玉がね、本当に不足したことあるんですよ。うん。ほんでね、うちの近所のスーパーがね、 プラスチック丸く切ってね、1位って書いてね、で、これ、あの、1円の代わりに行ってね、使ったら <laughs>、叱られてね、奥に行くから、そのあげませんって言われてまあ、私の子供の頃はね、今と違ってね、電子マネーとか、そんなんなかったから、1円のお釣りも必要だってね、で、1円だまなくてね、ほんと困ったんですよね。小学校の頃だから、 今から60年ぐらい前の話ですけどね。石見銀山も廃武気泡が伝わって生産量が激増しました。やっぱ精錬技術も日本は遅れてたんかな。日本の鉱山開発って室町ぐらいからですかね。室町から戦国にかけてすっごく進むというのは、やっぱり穴を掘る技術とか、 精錬技術とか、そんなのが進んだから、ですかね。うん、私、そういうテクノロジーってあんまりね、詳しくないのでね。うん。流稼働でない銅であれば、日本でも取れましたが、この頃にはすでに流化銅以外の銅山は枯渇していました。あ、なるほど。あ、銅鉱石にいろんな種類があるんやね。うん。で、使いやすい銅鉱石は、 使ってしまって。で、難しい流稼働が残っていたと。あ、なるほどね。そういうことか。うん。資源はあっても効率的に取り出す方法ないと使えないですからね。そうですね。日本の近くの海底にね、いっぱい、何して、海底なんたらかんたらあてね、資源が用うざるらしいですね。あれを深海から吸い上げて、 なんとか節子たらおうなことをね、言ってましたけど、あれも実現できるんですかね。うん。実現できたらいいですね。岩見金山は、当初、精錬方法が未熟だったので、鉱石のまま輸出していた。うーん。どう、鉱石のまま中国に持って行って、中国で精錬してもらうんですか知らんかった。 岩見銀山も行きましたけどね。あそこは、港は湯の津なんですかね。岩見銀山ってね、まあ、観光地になってて大きいですけど、湯の津ってね、行ってみたらね、小さな港でね、こんなもんかって思ったんですけど、で当時としては、あの、湯の津で、 そこそこの港なんですってね。中世の港っていうのはね。そうかって思いましたね。では、今日はこれで終わって、次回は、餅人動が鳥羽王家と組んで、安徳天皇打倒に立ち上がるというところからやりたいと思います。では、聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。 あ、そうですね。ち人をね、南北朝の森吉新郎みたいな立場かなうん、そうですね。